製作所製42型 PDPTV プラズマディスプレイは、放電による発光を利用した平面型表示素子の一種で、ある。電極を表面に形成したガラス板と、電極及び、微小な溝を表面に形成し、溝内に赤、緑、青の蛍光体層を形成したガラス板とを狭い、間隔で対抗させて、気ガスを封入し、 この電極間に電圧をかけることによって、紫外線を発生させ、蛍光帯を光らせて、表示を行っている。利点として、自発光型のディスプレイで、視野角が広い、比較的簡単な構造のため大型化が良い、応答速度が速い、色純度が良い、という点が挙げられる。また欠点として、明るい部屋でのコントラストが低く画面が暗い、ガラスパネルの光反射。 疑似輪郭が発生する、焼き付きが起きる、可能性がある、ディスプレイの発熱量が多く、液晶よりも電力量が高い、高精細化が困難という点が挙げられる。詳細は、プラズマテレビを参照のこと。1987年に発売された、東芝製、ラップトップ PC1964 年にアメリカ合衆国のイリノイ大学で、 DL ビトザート HG スロットにより基本的な原理が公表された。実用化当初はネオンガスの放電による大々色を発光によるモノクロの表示装置としてオーエンズ入りの医者、IBM 社、ホトニクスイメージング社やオカヤ電機により商品化され、主として情報表示用ディスプレイに用いられた。1980年代には ラップトップパソコンの表示部に用いられたことがある。これはまだ液晶ディスプレイもモノクロ表示のみで、コントラストや応答性が悪かったため、これに変わるものとして注目された。しかしその後の DFT カラー液晶の普及とともに、このような用途での利用は少なくなった。1980年代に NHK 放送技術研究所では、カラー PDP の研究開発を進め、 毎年春の公開展示で展示していた。イリノイ大の方式は電極表面に有電体を挟んだ AC 駆動方式であったが NHK は電極を直接ガスに触れさせる DC 駆動方式が軌動及呼び動画性能に優れるとして採用していた。その後の1989年にフルカラー動画が可能なカラー PDP を富士通が開発発表した。 21インチサイズで、電極構造と駆動方式を独自に改良した AC 駆動方式であり、かつ高輝度なものであった。その後、日立製作所、NEC パイオニアなど多くの会社が AC 方式で追随した。富士通が1996年に、世界初となる42インチフルカラー PDPE、1997年11月に、 民生用42型ワイドプラズマテレビを開発し、同年12月にパイオニアが50型としては世界初の民生用プラズマテレビを発売し、各社とも次世代の大画面の平面テレビとしてデジタルテレビジョン放送、HDTV 放送に対応させようと開発競争を開始した。 初期の PDP テレビは40インチ程度で市販価格100万円を超える高価な製品で各社とも1インチあたり1万円を目標にコストダウンに力を入れた PDP の特許侵害で日本企業と韓国企業とが相互に訴えるケースが多々あった2005年4月4日 LG 電子と松下電気産業の PDP 特許訴訟は和解により 法的申し立てを互いにすべて取り下ることで基本合意し、その和解にあたって PDP、PC、DVD 企画の特許をクロスライセンスすることとした。また、PDP 以外の分野での継続的な協力体制を確認し、合わせて協力テーマ拡大の可能性についても検討すべく協業検討委員会を設置するとした。技術展示会などにおける プラズマディスプレイの大型化競争は、サムスン電子と LG 電子が主に争っていたが、松下電気産業が2006年の CES で、世界最大となる 103V 型を発表しこの競争に参戦した。実際に、コンシューマー向けに発売されたディスプレイとしては2006年から2010年に発売された、パナソニックの 103V 型テレビが最大であった。 パナソニックは2008年1月7日には、世界最大の150インチのプラズマテレビを発表したが、2010年5月以降とされた、発売時期には、プラズマ市場が衰退していたため世に出ることはなく、製造を担当するはずだった天が工場が閉鎖された。2009年、篠田プラズマは3メートル2メートル台のプラズマチューブ、アレイを試作し公開した。 ガソピッチ 3.2mm2.75mm、mm、のものが96720個並び消費電力は平均800ワット最大で 1200W となるしかし富士通のプラズマ部門が独立して設立された同社の技術も日の目を見ることなく2013年11月19日に事業を停止したパナソニック製 103V 型フル HD プラズマテレビ。左は50ボルト型。ディスプレイの主流が、ブラウン管から薄型ディスプレイに切り替わる2000年代後半の1、時期において、薄型テレビの覇権を液晶と争った。プラズマテレビは、液晶ディスプレイの大型化、薄型化、省エネ化、画質向上など、技術革新と大量生産による低価格化に押されて、 2008年頃をピークに年々世界シェアを落とした。米調査会社ディスプレイサーチが発表した2012年、第2四半期の世界の方式別テレビ出荷台数とシェアは、液晶テレビが約4412万台で約85.5%、ブラウン管テレビが約435万台で約8.4%であり、プラズマテレビは約315万台で、 約6.1%に過ぎなかった。なお、2010年のプラズマテレビ用パネルの出荷台数シェアは、パナソニックプラズマディスプレイが40.7%で1位、サムスン SDI が33.7%で2位、LG 電子が23.3%で3位であった。また液晶テレビの低価格化とシェア拡大や、日韓の電気企業の値下げ合戦によって、 プラズマテレビも低価格化が進み、2005年には、米国市場においての42型プラズマテレビの平均価格は3026ドルであったが、2010年には約6分の1の487ドルにまで値崩れ、するようになった。それでも、液晶テレビとのシェア差は拡大する一方であり、2014年には、薄型テレビ市場における、 プラズマテレビの割合は2%まで低下。2014年までに日韓の主要メーカーはすべて撤退を発表し、2014年10月31日、最後の一社となった中国の四川長工も生産を終了。これにて、プラズマの時代は幕を閉じた。売却に向けて右側面のロゴが消された旧天ヶ崎工場。ありがとうございます。